アグロロジーは作物の生産を扱う土壌学の一分野である。この用語はカナダで最も活発に使われている。カナダ以外でのこの用語の使用は散在的であるが多い。ただしその意味するところは各国で違いがある。この用語は特にロシアと中国でよく定着しているように見える。カナダで使われるときはアグロロジーは農学と同義であり、 アメリカ合衆国におけるアグロノミーとほぼ同義である。カナダ外で使われるときは農業土壌学と関連した意味を持つ。アグロロジストという用語は JB ハリング店によって作り出され、地方の農業専門家を意味する用語がカナダで必要とされていたため、1946年に採用された。プロセッショナルアグロロジストという称号は少なくとも農業の学士号を持ち、 農学分野の実験と研究を責任を持って教え、実践し、実行するために必要な資質を証明できる人物に授与される。2004年現在、カナダにはおよそ5000人のアグロロジストがいる。アグロロジストの称号は、それぞれの州の異なる統括団体によって管理され、それぞれが自身の法律のもとで運営される。例えば、ブリティッシュコロンビア州内では、 アグロロジーという用語は2003年に通過し、2004年に採択されたアグラロジストアクトという議会制定法によって定義される。この法律は自治機関であるブリティッシュコロンビアアグロロジスト協会及びブリティッシュコロンビア州内で一家の定義の下でアグロロジーを実践する者に権限を与える。アグロロジーは、あるいはお設計、評価、助言、指示、さもなければ、 専門的な支援を提供するために、データの収集、または分析あるいは研究、またはアセスメントの実行を含んだ、農業科学及び自然科学、並びに、農業経済学及び、資源経済学を用いることを意味する。部社は1000人を超える登録された会員がいる。カナダ各地のプロセッショナルアグロロジストの登録期間は2007年5月に、 以下のアグロロジーの定義を採択したアグロロジーは農業分野の発展と社会、環境及び経済の健康を支援するために知識を提供し助言を行う生物資源科学の実践である。カナダ以外ではアグロロジーという用語は土壌学と同義であり、英語圏では一般的に使われていない。国際土壌科学連合の2つの加盟学会が 科学用語集を維持管理、出版している。その他の各国の土壌学会は、米国の用語集に従っている。アグロロジーという用語は使用されていない。土壌管理と組み合わせた枝ホロジーは、作物生産に応用する土壌学を簡潔に記述するために、土壌学者によって好んで用いられる。2004年現在、アグロロジーについての辞書の定義で、カナダでの用法と一致するものはなく、 辞書の定義は以下の4つのいずれかに分類される。アグロロジーは土壌学の同義語と定義される。語根アグルマイナスは土壌を意味する。アグロロジーは土壌学の同義語として定義されるが、この文脈は土壌学が農学の回区文であるという意味を含む。アグロロジーは作物生産に応用される土壌学の回区文として定義される。この定義では、 アグロロジーは、エダホロジーと同義である。アグロロジーは、土壌の影響を考える、作物栽培学の改区分として定義される。ありがとうございます。